オーストラリアとアメリカが主催する合同軍事演習、タスマリン・セイバー。2023には、陸自及び海自も参加しました。その中で、陸上自衛隊が行った人に意識地対艦誘導弾やマル、三式中距離地対空誘導弾の2射について見ていきたいと思います。日本の防衛能力を示すとともに、インド太平洋地域での多国間の協力を深める目的があるとされています。対中包囲網は完全にできつつあり、中国は国際的に追いやられる状況です。西側諸国が完全に無視しているので、経済的にもポンコツです。オーストラリアとアメリカの2国が主催する合同軍事演習タスマリン・セイバーが、今年は7月20日から8月4日の日程で行われました。本年は、これらの国以外にも、過去最大の国と人員が参加しているそうです。具体的な国を紹介します。NATO 加盟国の、カナダ、イギリス、フランス、ドイツに、日本を含む、韓国、インドネシア、パプアニューギニア、フィジー、トンガ、ニュージーランドの環太平洋諸国が加わった形と言えましょう。これによって、今回のタスマリン・セイバー2023には、合計13カ国から、約3万人規模の人員と装備が参加したことになります。同軍事演習としては、過去最大の規模となり、南半球では、対中国を念頭に置いたものと推測されます。また、これらの13カ国に加えて、インド、フィリピン、シンガポール、タイの4カ国も、オブザーバーとしての参加が発表されているので、インド太平洋地域における対中国包囲網という側面が強まっているのです。タスマリン・セイバーですが、2005年、平成17年から、オーストラリアとアメリカが主催する合同軍事演習として始まり、2023年で、ちょうど10回目となりましたが、当初より水陸両用作戦を重視した内容と考えられています。前回実施されたタスマリン・セイバー2021は、世界的な新型コロナウイルスの流行と蔓延という状況下だったので、参加人員が約1万7000名と少なかったことへの反動もあって、今回は最大規模になったという感もあります。タスマリン・セイバーとは、英語で魔除け刀を意味する言葉で、ネーミングセンスからは、降りかかる災いを実力で排除する力という意味が込められているのではないかと思われます。夏の海水浴場で溺れた人を助けるのは、ライフセーバーですね。助けという意味もあるのでしょう。日本は、今回のタスマリン・セイバー2023に、2023年7月3日付の海上幕僚監部からのプレスリリースで、自衛隊の IPD23、インド太平洋派遣部隊が同軍事演習に参加すると報告されています。自衛隊がタスマリン・セイバーへの参加を開始したのは2015年からで、今回で5回目となります。陸上自衛隊と海上自衛隊の参加部隊が合同で、作戦の実施を行うことができる貴重な訓練の機会と見さされているそうです。今回のタスマリン・セイバー2023に参加する自衛隊の IPD23 のメンバーですが、海上幕僚監部は、海事のヘリコプター搭載護衛艦出雲、ドック型輸送揚陸艦士も、北等の参加を発表しています。また、陸自からは、水陸機動団と第1ヘリコプター団等が挙げられており、参加部隊を見ても、同合同軍事演習は、当初の想定通り、水陸両用作戦を重視したものということが伺える形です。ちなみに、アメリカ軍ですが、強襲揚陸艦アメリカ、ドッグ型輸送揚陸艦グリーンウェイ、及びニューオーリンズ等が参加していますが、すべて、長崎県の佐世保を母港とする在日アメリカ軍に所属している艦艇なのです。アメリカ海兵隊から、参加の第31海兵遠征部隊も、沖縄の金町のキャンプハンセンに駐屯する在日アメリカ軍部隊の一つですし、インド太平洋地域では常時前方に展開を行っている即応部隊です。アメリカ海軍のデルトロ長官は、今回のタスマリン・セイバー2023の開催に先立ち、参加国は革新的な価値観を共有する国々であると強調、目的は対中国合同軍事演習であると明言しました。また、タスマリン・セイバーのもう一つの主催国であるオーストラリアのマールズ国防大臣は、同演習の意義が地域の安全保障を高め、安定と維持、
3カ国の協力関係を深めるものだと述べています。2023年7月時点で、ロシアの軍事侵攻を受けたウクライナは、反撃の進捗を見せられてはいませんが、それでも、NATO 加盟国を中心とする西側諸国は、ウクライナへの兵器供与を継続し、戦争の行方を注視しています。とはいえ、石油や天然ガス等のエネルギー資源が豊富で、食料自給率も高いロシアは、西側の、そうした兵器供与や経済制裁にもかかわらず、次戦能力に衰えを見せることもなく、残念ながら、戦争は、長期化の一途をたどっているように見えます。国家の GDP 額を見れば、ロシアは、韓国程度の規模しかありません。だからこそ、経済制裁が続けば、いずれ、戦争の継続は困難になると、西側諸国側は当初考えていたのですが、今のところ、そういった傾向は現れることもなく、終結の兆しも全く見えないという膠着状況でもあります。この状況を見ると、エネルギー資源や食料を自国で賄うこと、GDP のような経済的指標だけでは到底測れない強力な要素であると痛感させられますね。専制国家の戦時における底力を再認識する必要があるでしょう。そう考えると、中国は、すでにアメリカに次ぐ世界第2位の GDP 額を誇り、軍事費でも、同様の位置にあります。近年は、実戦経験こそほとんどありませんが、消耗戦を行うに足る各種の物資の生産能力は、ロシア以上に有していると思われるのです。しかし、ご存知のように、アジア地域には、NATO のような西側諸国の軍事同盟は存在していません。アメリカを中心として、日本を含む国々が、その時々の政治的判断で連携を模索していくしかないのが現実でしょう。その意味では、今回のタスマリン・セイバーのような合同軍事演習は、日本の立場としても、非常に重要で、かつ有用な機会であり、年々に強化している中国軍に対して、いかに有効な抑止力を備えるかを示す場にすべきではないかという声があります。タスマリン・セイバー2023では、陸上自衛隊は、持ち込んだ人に、意識地対艦誘導弾を、オーストラリア南東部のビークロフト射撃場に置いて、海上の標的に向かって実弾射撃を行いました。オーストラリアで、日本の人に、意識地対艦誘導弾の実弾射撃訓練が実施されたのは初めてであり、作薬が充填されていない誘導弾が使用されましたが、陸自が持つ追艦攻撃能力を対外的に示したものと思われます。人に、意識地対艦誘導弾は、2012年度の防衛予算から調達を始めた兵器で、レーダーシステム、中継システム、射撃管制システム、磁気統制システム、発射塔を、それぞれに、装輪式の車両に搭載したミサイルシステムです。現行型の人に、意識地対艦誘導弾は、最大射程距離は、約 200km と決して長くはありませんが、能力向上型の開発中で、将来的には同 900km、最終的には、同 1500km までの延伸が予定されているそうです。開発中の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、現行の装輪式車両に搭載する地発型以外にも、航空機に搭載して運用する空発型、艦艇に搭載して運用する艦発型など発射母体も多様化しています。つまり、航空、海上自衛隊での使用も想定されているというわけです。さらに、今回のタスマリン・セイバー2023では、持ち込んだ丸3式中距離地対空誘導弾の実弾射撃も実施していて、この様子も、オーストラリア軍によって画像として公開されているのです。丸3式中距離地対空誘導弾は、2003年度の防衛予算から調達が開始された兵器です。最大射程距離は約 60km と見られていて、同様の規模のアメリカ製 PAC-2 ミサイルシステムより、およそ 45% ほど安価な470億円で1個軍分を賄えるそうです。安くなっても470億円ですからね。庶民との金銭感覚の落差には驚かざるを得ませんね。丸3式中距離地対空誘導弾も、2016年までに、改良型である、
丸三式中距離地対空誘導弾、改めの開発がすでに終了し、より低価格な巡航ミサイルや空対地ミサイルへの対応能力を向上させ、2017年度の防衛予算から調達が開始されています。